かんないんだけど。あ、でも喫煙者控えって書いてある。なんか誰かいっちゃ仕事してるじゃん、これ。報道情報センターって書いてあるんですね。ちょっと硬いとこ来たとか。でもこっちの方がなんかお宝ありそうな気がしますね。ちょっと行ってみましょうかね。本当にガチの打ち合わせしてるから、ちょっと分からないようにそーっと行きましょうか。すいません、はい、すいません。こんにちは。アナウンサーさんですか。はい、自己紹介から。はい。ウォンチー、君のハートにレボリューション。私、パイレーツ・オブ・カリビアン最後の海賊ムービーネックス PR 大使カッコ仮の宇宙海賊のゴージャスです。あ、すみません、ここ報道フロアなんで、あのちょっと お名前お伺いしていいですか。あ、小賀陽子と申します。小賀アナウンサー、はい、ね、はい、どんだけ愛されたいんだっていうぐらいハートついてますよね。東京 FM のロゴマーク、うん、このハートのロゴマークなんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。だからちょっと今日は東京 FM ラブで、お宝を持ってましてですね、はい、それで物々交換をしていただいて、はい、ちょっと価値の上がったものをいただきたいなと思っておりましてですね、お宝の方がですね、いやもう先ほどから多分目に入っていると思うんですけど、こちらでございますかね。こちらのね、これどうですか、これ見てください。金の猿ですよ。金運爆上がりですね、これね。あ、はい、そうですね、ちょっとじゃあ待ってていただいていいですか。あ、はい、ちょっと待ってください、はい、そんなに行くと思うんです。お待たせしました。意外と早く来た。はい、思うんですが、私が普段こう自分のデスクの足元に置いている防災グッズ、よかったらこちらをお待ちになりませんか。何入ってるんですか。手回しラッシュ、温めるための。これ欲しいやつ。これでいいですか。めちゃくちゃいいじゃないですか、これ最初からこんなすごい、なんかセロハンテープの台とか想像してたから。じゃあぜひ交換を。じゃあ物々交換で、はい、はい、次交換して。そうですよね、いいものを。そう、ワラスベ長者的になっていくってことですね。そうですね。5回ってことでね、ここだったら営業局ということでね。あ、ちょっと偉い方が多分いる感じです。ウォンチー、君のハートにレボリューション。私、パイレーツ・オブ・カリビアン最後の海賊ムービーネックス PR 大使カッコ仮の宇宙海賊のゴージャスです。ということで、すみません、大きい声出してすみません。リスナーの方にお宝を届けたくて、はい、物々交換をしてるんですよ。なるほど。今こちらの防災グッズなんですけど、はい、これちょっとお渡ししますので、はい、その、まあ、代償というか、まあね、物々交換なので、ね、なんかいいものがあれば交換していただきたいなと思う所存でございます。はい、本当にこのいいものがあれば、この秋なんですが、栗を用意しました。何ですか。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。栗ちょっと栗ね、栗、はい、これでもやっぱ高級栗なんですね。高級栗、ね、いいやつですね。いいやつだ。よしよし、そう信じよう。高級栗で、はい、交換しますので。本当にね、いいやつだったから、ちょっと待ってくださいね。ちょっと、はい、大丈夫、これ大丈夫。これでいきたいと。よかったな。じゃあそちらのお財布もありがとうございます。ぜひ使っていただいて、こちらの栗を僕は次の人につなげたいと思います、ね、ありがとうございます。こんにちは。もらった手前すぐこっち来ちゃったんですけども、バリカン？バリカン？このバリカン。バリカン？栗と交換しましょう。栗と1個。うん。あ、バリカン。と栗？と栗。これは、ね、似合うのかな。わ、これいいやつですよ、これ。結構高めのやつ。長さをこうすごい。じゃこれすいません。これちょっと交換させていただいて。リスナーめちゃくちゃ喜ぶと思いますね。これでもう、はい、坊主ライフをね、坊主ライフをぜひ演じて、ま、こっからまた交換するかもしれないですけど、とりあえずこれ、はい、お預かりします。ありがとうございます。バリカンゲットでございます。
もうこれで大丈夫だと思いますよ。これリスナー喜ぶでしょ。ダメなの首振っちゃったこれ。あれゴージャスさんじゃないですか。あれお疲れ様です。浜崎さん、最後の冒険がついに始まる。ボーナス映像も「パイレーツ・オブ・カリビアン最後の海賊ムービーネックス」